どうちょっと俺見れんかったんけど。おはようございます、ゆうたろうです。今日はですね、あのパンプトラックっていうのをねやりに来ました。今日 Vlog 撮ってるんですけど、紹介してもいいですか。アスマくんです。アスマです。アスマくんです。はじめまして、中安です。よろしくお願いします。 BMX レーサーやってます。こういう感じで今日はアスマくんとトモミの2人にいろいろ教えてもらおうと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。パンプトラック、パンプトラックやります。パンプしてあ、そのパンプか。パンプす。手でパンプするってことですね。体でパンプする。パンプジェイソンもいます。あ、どうもです。関係ないんですけど、グリップするやん。というわけで、ともみです。ゆうたろうの Vlog にお邪魔してます。お、いいね。いい。お、焦がずに回れてる。うまいうまいうまい。おはい、曲がるときに今体が、まあ、地面に垂直でこう曲がってるんですよ、はい、だからこう遠心力でこう飛んでっちゃうんですけど、カーブがこう壁みたいになってるんで、その分やっぱこうちょっと怖いですけど、体ごとしかもうこれぐらいです。自転車ごとってことだな。角度倒してやっ、さっきよりいいよ。全然さっきよりいい。だって初めてやもんな。怖いよ。怖い。初めてでこれはすごい。ありがとう。俺のターン。俺も実は BMX じゃないんですけど、これトライアル、はいはい、ストリートトライアルっつって。ちょっと BMX と違くてタイヤがでかい。でブレーキちゃんとついてる。ごめん、ともみが乗ってると BMX に見える。間違いない。子供用バイクではありません。すごいな、速いな。めっちゃ斜めにしてるわ。すげえ、分かりやすいわ。めっちゃ斜めにしてる、うん、ここってどんだけ倒しても、うん、絶対滑らんのよ、これ面が、うん、ずらずら。あ、まあそうだね、気がつかなかったけど、どんだけ砂乗ろうが滑らん。からほんまに体預けても大丈夫。待って、パン怖っ。それが怖いんだけど、ね、間違いない。自転車は友達。先生、今日のじゃあ課題は何すか。今日はもうここを焦がずに一周できたらすごいと思います。ここです。あのカーブ曲がったあたりからもこぐのやめて。了解。緊張して。で、一周回れたらクリア。クリア。ファーストトライ。行ってきます。行きます。いや、行けるっしょ。丁寧に。いいよ。危ねえ。お、いいよいいよ。いけるいけるいける。やばい、止まる。おお。ほらほら。よー、すげえ。ナイス。すげえ。左カーブだけだね。初めてのトライで回り。あとコースを把握しないで行くっていう。すごいよな。すごい。うわー、早いわ。結構やばい、普通に顔吹っ飛ぶ。うわー、あやばい、切れてる。
ばい。よし、行けるわ。行きましょう。うん、シャープ。はい。いいよいいよ、もっと体横にして、体寝かして。楽しい？うん、めっちゃ楽しいよ。普通に思ったよりできた。さっき自分の見たけど、うん、カーブのところがダサすぎる。はい、なんかあの角からバッチで飛び降りたりできないですか？一回見せてあげたら。その下俺通るの。それやば。一回それちょっと。絶対当たるっすわ。逆に俺の見てもらった方がいいかもしれない。でもやってもらったら同時は無理っす。無理っすね。悔しいな。まあ、距離した時俺はいいけど、多分ゆうたろうくんが多分本当に多分チップならいいけど、タイミングずらしたらいけんじゃん。だからやっぱラスマ先ゆうたろうで、俺が多分真下来たぐらいで飛んでもらったらめちゃくちゃいい絵になると。ピーポーアオーサムのやつやん、それ。トゥンテテテテテンテテン。よー、あ、全然消そう。無理だな。頭激突してましたよ。てっちゃん、今多分一番いい時間。お早い。いや、早すぎる。お願いします。よっしゃ。これ遅いぐらいだよ。あ、全然いける。よっ。おお、どう今やったよね。結構怖かった。怖かったよ俺も。どうちょっと俺見れんかったんけど。いや結構来たんじゃない。よかった。皆さん、あの、ありがとうございました。勉強になりました。1時間ぐらいだけだったけどね。そやな、ほんまに1時間やもん。うん、普通にかっちり。これとこれとできる場所を練習します。探します。すごい。 YouTube やってんすかね。あ、教えてください。 YouTube お願いします。カクタスフィルムズと申します。ありがとうございます、はい、チェックします。お願いします。リンク貼っておきます。で、ともみはともみでいいんじゃないだやってます。ありがとうございました。ありがとうございます。俺めっちゃこれ見ちゃ